く。どうも善です。前半の仮パートのご視聴ありがとうございました。ここ最近狩猟笛に入門してみて、でしばらく練習してみて、その一つの結果としてのね動画なんですけど、ここからはこう一通り狩猟笛を触ってみた感想みたいなものをねちょっとつらつらと話していこうかなと思います。まず最初に言いたいのは、この武器めちゃくちゃ楽しいし、めちゃくちゃ気持ちいいです。今ねこの動画でもすごいヒット数が出てると思うんですけど、サンブレイクの狩猟笛で一番変わったところといえば、やっぱりこの鉄柱子強打の追加ですよね。さっきから時々上にピョンって飛び跳ねてるあれなんですけど、あれの後30秒間ほぼ全ての攻撃に、追撃が出るんですよね。でその追撃が物理のモーション値は大したことないんですけど、なんと属性補正 1.5 倍が乗るということで、この影響でサンブレイクの狩猟笛は火力を出したいなら、やっぱり属性武器だよねっていう感じでね、もう今までのシリーズからは考えられないくらい属性武器になってますね。で、ちょっと装備の話をすると、こんな感じで属性が大事っていうのもありますし、あと狩猟笛の場合はもともと演奏の衝撃波とかですね、ああいうのに会心が乗らない、強打の会心にも乗らないんですけど、そういうちょっと特殊な事情があるので、見切りというか会心率の優先度が若干下がったりして、近接武器としては結構特殊めな部類なので、今回装備を作って
る段階から結構ね座学というかちょっと知識のアップデートみたいなものが必要で、そこからでしたねスタートは。まあ、そうですね、装備の話このくらいにしておいて、まあ、狩猟兵ってやっぱりねマルチ用の武器なんじゃないかみたいな、マルチありきの武器でソロだとあんまり火力出ないんじゃないかみたいに思われてる方いるかもしれないんですけど、今回使ってみた感じ、こうやってちゃんと属性特化で装備を組んで武器組んで、でちゃんと戦えば十分ね近接武器の、まあ、標準くらいの火力は出てるんじゃないかなって思いますね。はい、僕もこれ実際使ってみてびっくりしたんですけどね。で、まあ、あと狩猟兵使ってみた感想としてはね、この武器ねコンボがかなり難しいです。結構ね攻撃モーションの中で他の技の派生からしか出せない技っていうのが結構あって、でそれをその派生をね覚えるのだけでも一苦労ですし、やっぱり相手と装備によってもコンボっていうのが結構変わってきて、今回は将軍ギザミっていう属性にかなり弱い相手に属性特化の笛で行ってるので、強打の追撃をなるべく出す必要があるとということで、まあ、今使ってるこの電撃振り下ろしっていうモーションですね、これを多めに入れるよう意識したりだとか、まあ、そういうコンボの選択も必要になりますね。例えば物理寄りの装備だったらこれもまた結構変わってくると思うんですけど、まあ、そういうコンボというかモーション選択の難しさはかなりありましたね。はい、で全然時間が足りないのでまた同じ映像をループしてるんですけど、あと狩猟兵使ってみてもう一つ難しいなって感じたのは、やっぱり管理するものがかなり多いってことですね。まあ、例えば今設置したこの共鳴音樹ですね、これの効果時間とか、あとはもちろん鉄柱式強打はほぼ常に維持しないといけないですし、それに加えて旋律の維持とか、あとは三音演奏のストックがあるかどうかとかで、そういう管理しないといけないものがかなり多くて、でそっちの効果時間の管理とかに結構脳のリソースを持っていかれちゃって、でさっきねコンボ難しいって話したと思うんですけど、そのコンボ選択っていうところにあんまりまだ気が配れてないなっていう実感があるので、まあ、これからちゃんと狩猟兵やっていくとしたらそこが課題かなと思ってます。であともう一つ話したいのはやっぱり狩猟兵の醍醐味、戦律ですよね。狩猟兵って似たようなねスペック、似たような攻撃力、属性、切れ味でもそれぞれ違う戦律持ってるので、そういうのにより使い分けができるっていうのもかなり楽しいところですよね。でワールド以前だとどうしても攻撃力アップを吹ける戦律じゃないとっていうところがあったんですけど、ライズで登場したこの共鳴音樹ですね、これの登場で実質ほぼ全部の笛で攻撃戦術吹けるようになったので、まあ、それで武器の選択がかなり増えたっていうのも個人的にはすごく嬉しいところですね。例えばこのナルハタタヒメの笛は攻撃戦術吹けないんですけど、一番使用頻度が高いこの丸ボタンの赤戦術ですね、これに体力回復台があるので戦闘中かなり頻繁に回復ができて、福間共鳴採用しやすいっていう利点がありますし、こういう戦術によって戦い方とかあと装備にもバリエーションが出るっていうのは狩猟兵のすごい面白いところだなと思います。まあ、なのでこれ僕が一回やってみたいなって思ってるのは、狩猟兵4人でマルチとかやったらめちゃくちゃ面白そうですよね。どうしてもこう戦律とかの問題で単体だと使いにくいっていう笛でも、他の笛の戦律のサポートを受けられれば強そうな笛って結構あるので、そういう普段使えない笛が使える狩猟笛マルチってかなり面白そうだなって思います。ということで、まあ、話したいのはこんなところですかね。ちょっと思った以上に長くなっちゃったんですけど、はい、まあ、この狩猟笛っていう武器すごい楽しいのでね、ぜひ皆さんも使ってみてください。使い方とかは他に分かりやすい動画上げられてる方たくさんいるので調べてみるといいかなと思います。ということで今回こんな感じですね。普段こういう武器の練習とかツイッチの配信で行ってるので、よければそちらフォローして見に来てくれると嬉しいです。ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。